ありがとう、団長。どうしたんだ、一体。あんな雑魚、お前の敵じゃないだろ。あいつら嫌い。ネバネバしてるから。ネバ？ハレジナちゃん、ネバネバしてるの嫌いなんですか？バーイ！嫌い！ネバネバしてるとキロデスソーで切らないんだもん。なバカな。キロデスソーの切れ味なら切れねえもんはねえと思うけどな。見せてあげる。だから団長、一緒に来て。でもどうやってもネバネバしてるのだけはミンチにできなくて、それで昔にいっぱいのスライムに追い回されちゃって、それでネバネバしたものが嫌いになっちゃったんですね。ごめんなさい団長、このままじゃ僕役立たずだよね。役立たずなもんか。お前は十分すぎるくらいやってくれてるじゃねえか。それに切れねえなら切れるように改造しちまえばいいんじゃねえか。昔もスライム切れるようにいっぱいいろんな改造したもん。それでも切れないんだもん。奇遇だな。オイラもそう思ってたんだ。ちょうどこの問題を解決してくれそうな当てがあるもんな。当て？気に入ってくれたようで何よりだよ。うん、これは機械の設計図か。あはは、最高にラブリーだな。メカメカしてクレイジーだ。おお、分かってくれるかね。これは我々が独自に開発した機械兵、ギガンテスだよ。ギガンテス！あはー、かっこいい！ナナ、これ変形するのか？あはは、鋭いじゃないか。ちょうどこいつの変形について博士と話していてね。おっと、悪い悪い、つい熱くなっちまった。それで今日はどうしたんだ？そりゃ面白そうだな。いいぜ、改造してほしい武器を見せてくれないか。これ
キルデッソって言うんだけど。かっこいい名前だな。どれどれ。あ、博士、これ。めちゃくちゃな構造に見えるが、一周回って理にかなった作りをしている。不思議なものだ。ハレズナ君、君は一体これをどこで手に入れた？僕が作ったんだけど。なんだって？一体どうやって？どう？あのプリティな鉄材もらっていい？あれは廃棄予定のものだ。好きに使ってくれて構わないよ。こう、ガシャーン。で、ウィーン。ガガガガってやって、バーンって感じで。どうしたんですか？ハレゼナちゃんが今簡単に作ってみせたキルデッソーだけど、一目見ただけでわかる。これは波の職人じゃ構造を理解することもできないよ。そんなすげえもんだったんだな。信じられん才能だ。そんな技物を鉄くずから、それも一瞬で作ってしまうとは。いやー、これは機械技師として負けてられないな。なんだか燃えてきたよ。なんとかなるのか？さっき構造を理解することもできないって。ああ、言ったさ、波の職人ならねって。必ず素晴らしいものに改造してみせるさ。機械技師の誇りにかけてね。マジ？やったやったやった。さーて、腕が鳴るな。どう改造していきますかね。とこれで粘着質のものを切れば確かに回転速度も落ちるか。全体的に密閉性を上げるか。いっそ回転でネバネバを吹き飛ばしちまうのもありかもしれませんね。刃の回転速度を上げてみるか。ならばぜひともギガス鋼でコーティングしておきたいものだ。ええ、頑丈なギガス鋼をふんだんに使って。マリエさん、話は聞かせてもらったわ。でも悪いけど、今はそんな予算うちにはないわよ。そうなの？この通りだ、マリアさん。少しでいいからね。何がねえよ。あなたが少しでいいって言って本当に少しで済んだ試しがあった？それは、もうダメなものはダメですからね。ごめんなさいね。私も力になってあげたいけれど、本当に今月は厳しくて。そんなベレベレマジショック。ごめん、ハルゼナちゃん。団長、なんとかマリエさんを説得してみるよ。けど、あの様子じゃ厳しいかも。もしものために別のあても探しておいた方が安全だと思う。そっか、仕方ねえな。まあ幸いまだあてはあるしな。なんとかなるだろう。
来たのか。いや、今日はお前にお願いがあってな。うわー、その武器マジ活かしてるな。ごつくてラブリーだな。おお、お前わかるやつだな。これはバザラブの土って言うんだ。バザラブ活かしてる。ベリベリナイスな名前だな。確かその名前お前の思い人の名前なんだよな。兵隊兵隊、そんなじゃないって。何度言えばわかるんだよ。それよりもあたいにお願いがあるんだろ。もしかしてこいつに関わることか。へえ、面白そうじゃん。いいよ、協力してやるよ。最高にクレイジー、ありがとうアルメイダー。それじゃ早速改造しよう。行こうぜハレッチ。おうよ団長、待っててくれよな。次は最後の工程だ。試験的な技術だけど、成功すれば性能は格段に上がるはず。慎重に慎重に。なあなあアルメイダ、ずっと気になってたんだけど、この超ラブリーな編みぐるみ手作りか。編み物趣味でさ、たまに作るんだよ。待った、編みぐるみ。バザラブって思い人の名前だったっけ。違うって。はしたないこと言うなよな。ハレッチハレッチって、あれ、なんかギルデッソできてる。うわ、いつの間に。わかんないけど、いや、まあ、いっか。団長、団長、見てくれ見てくれ、超イカしてるだろ。おいおい、なんかデカすぎねえか。それに足みたいのがついてるような。へっへっへ、甘いね。これには秘密が隠されてんのさ。ハレッチ、見せてやりな。ひゃー、スイッチアーン。まだまだ実用的じゃないんだけど、バザラブ様の武器の技術を真似できるだけ真似してみたんだ。でも多分うまくいったと思うし、切れ味も最高なはずだよ。おい、そうか。けどなんかさっきから挙動変じゃねえか。
そうならないようにあたいは慎重に。めっちゃ叩いてた。あ、でもあれはハレッチがエッチなこと言うから。ごめん。泣くなハレッチ。もう一度、もう一度作ろう。最初のは奇跡的にできたのか。いや、でも次こそは。恐縮なんですが、そろそろ現場の方に戻ってきてもらったりできますかね。最近入ってきた奴らの仕事ぶりを見てほしくて。ああ、そういえばそういう話だったな。悪い、すぐ行く。ごめんハレッチ、最後まで手伝えなくなっちゃって。何度も協力してくれたじゃん。マジで超嬉しかった。ハレッチ、またキルデッソーを作ろうな。そん時は最高のもんにしよう。やっはー、絶対だぜ。約束だ。ダメなのかな。ハレゼナちゃん、団長いるかい。うわあ、ってシロ、どうしたの。遅くなって悪いな。ようやくマリエさんを説得できて、なんとかキルデッソを作れそうだよ。マジ、マジで。嘘なんかじゃないさ。すぐにでも取り掛かろうぜ。ふぅー、やったー団長、やったことにより一時的に回転力が爆発的に増すのだ。普通の鋼材や機構ならば即座に摩耗し崩壊してしまうほどの回転だ。だが実現を可能としたのがギガスコーン。ご名答だ。あとはキルデッソーの持つ冗長性に助けられたぜ。あんな構造俺たちじゃ思いつかないからな。ま、細かいごたくは置いといて、このキルデッソーならスライムだろうとなんだろうと確実に両断。な、バカな。怪獣が出現したというのか。それにこの反応は。破壊獣ゾゴラ。ゾゴラはロボミが倒したはず。いや、今はそれどころではない。シロ君、ロボミの量産機は。それがこの間納品された部品が軒並み不良品で整備が止まってて。ん？なあ、ゾゴラって何なんだ。人類が最も恐れた古来の生物、怪獣。その王とでも言うべきか。
とにかく凶暴で危険極まりない生物だよ。なんだかわからねえけど、それなら僕がバラッバラに解体してやるよ。このキルデッソーでな。待て、ハルゼナ君。怪獣やゾゴラに普通の攻撃では対抗できん。行っちゃいました。どうしましょう。こうなったらシロウ君、まだ開業している途中だが、ギガンテスを発進させるしかない。はい、すぐに準備します。オイラたちも行こうぜ。あいつにもしも何かあったら。ハレゼナ君、今助けに来。バッキャー、それがギガンテスか。赤くてかっこいいな。これは、博士、ゾゴラが倒されています。なんだと。ではハレゼナ君が一人で。まさかシロウ君。ええ、確かにキルデッソーにはアンチ積力フィールドに近い機能が搭載されています。ですがあくまで近い機能のもの。特殊な装甲や粉砕しにくい素材を切りやすくするための機能です。ですがそれが本当にアンチ積力フィールドとして機能するだなんて。本来キルデッソーのサイズで機能するだなんてありえないはずです。しかしこうして機能したのはハレゼナ君の技術のおかげというわけか。彼女にはいつか力を借りることになるかもしれませんね。その時はおそらく力強い味方になってくれるだろうな。しかし一体なぜゾゴラが復活したのだ。シロウ君、ゾゴラが出現した周辺を調査しよう。何事も起こらなければいいが。何こう難しい話してんだ。それよりもよ、お前らに見せたかったな。僕があのでっけえトカゲをさよならバイバイしてやったんだぜ。それはすごいですけど、ダメですよ、一人で飛び出しちゃう。まったくだぜ、すっげえ心配したんだぞ。
ああ、ごめん。その、みんなの役に立とうと思って。はい。まあ、お前が無事ならそれでいいや。な。今度は一緒に戦おうな。どんな奴が相手でも僕がさよならバイバイしてやるからさ。破壊獣ゾムラを倒したのか、あの娘が。あ、魔性により復元に成功したゾゴラですが、回収前にドラフの少女に倒されてしまい。お前さ、前に調査しに行った時、ゾゴラはロボミとかいうやつじゃないと倒せないとか言ってなかったか。あれ嘘だったんだ。僕に嘘ついたんだ。そういうことだよね。いえ、その情報は確かです。怪獣には固有の結界のようなものが。じゃあそのドラフのクソガキがぶっ倒せたってのは何？これも嘘。とにかくもういいよ。お前誰か動かなくして、どっか捨てといて。お待ちください。そうだ、あの少女が持っていた武器、あの武器に何か秘密があるかと。武器？怪獣をぶっ殺す武器か。へえ、面白そうじゃん。そうですよね。もし許可を出していただけるのならば、ぜひとも私があの少女を。あれ、なんでお前まだいるの？連帯責任で全員お仕置きされたいわけ？すぐに処刑いたします。助け！さて、何をしてやろうかな。ネバネバ克服！やったぜ！ついにスライムをぶった切れたな！やっはー！最高にクレイジーだぜ！もう僕に怖いものなんかねえ！完全にはまだネバネバを克服できてないみたいですね。寄ってきていいか？買い物に行きたくてよ。もちろん大丈夫ですけど、何を買うんですか？秘密！シークレット！じゃあ、お前らは先帰ってていいから。行ってくるぜ！やあ！ん？なんだ？何企んでんの？
クレイジークレイジー最高にクレイジー。みんな本当に優しいな。キルデッソーが改造できてネバネバも切れたのもみんなのおかげ。スライム倒した報酬もあるしこれでいいもの買ってみんなにちゃんとお礼しなきゃな。アルメイダにも職人たちにもシローたちにも団長たちにもみんなに最高のお礼をしてやる。すっきすっき大すっき超ラブリー。おい、あいつ赤い帽子に回転のこぎり、間違いない目標の少女だ。鉱材屋はこの奥かな。ごめん。おとなしくそのガキを引き渡せ。そこうまくいっておいてやったね。どんなもんだ。やはりこっちは厳しいか。おい、電流が入った。向こうが成功したらしい。そうか、なら問題ない。撤退撤退。持ち上がれ。あー、クソ、逃げられちまった。一体何だったんでしょう。こっちとか向こうとか言ってましたけど。わからねえ。それよりもお前大丈夫か。ちょっとだけ怖かったけど、団長が来てくれたから大丈夫。どうしたの。ハレゼナちゃん、団長さん、お願い、お父さんとシローさんを助けて。ああ、落ち着けて。一体何があったんだ。困ったことになったぞ、シロー君。ゾゴラについて何か分かったんですか。ゾゴラが出現した周囲を調べたところ、ゾゴラの細胞が結晶化した物体と魔晶と呼ばれるものの破片が見つかった。魔晶の力によりゾゴラの復元が行われていた可能性がある。
目撃情報によると近くでエルステの帝国兵の姿を見た者がいたそうだ。つまりエルステ帝国がゾゴラを復活させたということですか。一体何のために。ん？羅生門博士にシロウだな。我々と共についてきてもらおうか。噂をすればなんとやらか。誰がお前らの言うことなんか。ふん、拒否しても構わんぞ。だがその時は。話して。マリエ、お前ら卑怯だぞ。何とでも言え。我々も命がかかっているんだ。おとなしくついてくるのならば、この女は解放することを約束する。さあどうするんだ。わかった、ついていこう。だが一つ教えてくれ。お前ら何をしようとしてる。ふん、ついてくればわかることだ。二人はそのままエルステ帝国の戦艦に乗せられていってしまったの。そんなことがあったんですね。ハレゼナちゃんまでさらおうとして一体何をする気なんでしょうか。ハレゼナちゃんのことも。そんな。博士、シロ、大丈夫なのかな。わからないわ。もしかしたらひどいことされてるかも。ひどいこと。ち、考えても仕方ねえ。早く助けに行こうぜ。はい、急ぎましょう。おい、どうした？ハレゼナ。あの時さらわれてたら僕もきっとひどいこと。そうよね、ハレゼナちゃんも怖い思いをしたのよね。ハレゼナちゃん、無理しなくても大丈夫ですよ。オイラたちだけで頑張るからよ。お前は休んでてもいいんだぜ。また怖い思いしちまうかもしれないしな。でも、安全安心になってくれたんだもん。だから今度は僕が安全安心になってやるんだ。怖がってなんかいられねえぜ。よっしゃ、みんなで助けに行こうぜ。オラオラオラ、どけどけどけ。どかねえなら、みんなまとめてなんだこいつら、手に負えない。チッ、試作の段階だが、あれを使うしかないな。起動しろ。
ついたな。それは我がエルステ帝国が研究の末新たに開発した新型のアドウェルサ怪獣の結界が搭載されているのだ。普通の武器では破壊することは愚か、攻撃することすら。さよなら。そんなバカな。そっか、お前のキルデッソーには怪獣のバリアをぶっ壊すシステムが入ってたな。まだだ、まだアドウェルサは何体もいる。どうやらありゃ僕じゃないとダメみてえだ。ダッチャー下がってな。今回は僕がお前にとっての安全安心になってやるよ。怪獣を兵器化しようとしてる。あの時に復活したゾゴラも兵器として利用する予定だったのだ。なんだって。信じられねえこと考えやがる。ま、そういうこと。途中で計画変えたけどね、どうも欠陥が多いゴミだったみたいで。そこで代わりに怪獣もぶっ殺す、そこのガキが持ってる武器を量産して兵器にすることにしたのさ。じゃあまさかキルデッソーを作るためにハレズナちゃんをさらおうとしたり二人を誘拐したりしたんですか？キルデッソー？
なんだその名前、ダッサ。まあいいや、そうだよ。だけどこいつら、自分たちだけじゃ作れないとか言い出してさ。キルデッソはハレゼナ君しか作れん。我々だけではあれの開発などってことらしくてさ、仕方なくそこのガキを待ってたんだよね。ずいぶん待たされたからさ、いい加減このおもちゃも遊び飽きちゃったよ。うわあ！シロ！どうして抵抗しないんだ？お前なら。ちょっと考えればわかるだろ？暴れられてもめんどくさいから脅したのさ。抵抗したらこいつらが大切にしてるもん全部処分するってな。まだ立てるだろ？さっさと仕事に取り掛かってくれないかな。てめえ、聞いてれば自分勝手にベラベラ言いやがって。シローさんたちは物じゃないですよ。だから何？それ僕に関係ある？物でもゴミでもどっちでもいいよ。シローたちはゴミなんかじゃない！僕の安全安心の友達なんだ！お前なんかに絶対手を貸さねえ！それにキルデッソはダサくねえ！うるさいな。騒ぐなよ、クソガキが。クソ、どいつもこいつもさ。くそくそ、ゴミの分際でイライラさせやがって。聞いてりゃ、いやーいやー、お前がみんなに手を出すなら、その度にみんなを守って、お前を何度でもミンチにしてやる。僕はみんなの安全安心に。くそ！何だよ！何なんだよ！やってみやがれ！猫たち野郎だ！
せてくれるよね。切り刻んでやる。おどってきたぜ。うわっ、少殿、撤退しろ。ありがとう。でも僕より素人博士は？君のおかげで無事だよ、ハレゼナちゃん。そっか、よかった。ハレゼナちゃん、大丈夫ですか？大丈夫みてえだな。はい、オイラたちも一旦戻ろうぜ。今回ばかりは疲れちまった。ハレゼナちゃん、あの時は本当にありがとう。心から感謝するよ。君のおかげで本当に助かった。いやー、本当にかっこよかったぜ。ビビっちまうかと思ったけど、そんなことも全然なかったしな。とっても頼もしかったです、ハレゼナちゃん。僕はみんなの安全安心だからな。当然だぜ。あのさ、シロ博士。ん？どうしたのかね。これあげる。キロデッソーのお礼。これは小さなギガンテス。だいたい100分の1のサイズか。細部まで完璧に再現されている。こんな芸当までできるのか、ハレゼナ君は。団長たちにもあるんだぜ。ほら、レプリカの飾りだけど。はあ、小さなキルデッソ。最高にクレイジーですね。なるほどな。あん時の買い物ってこれの材料を買いに行ってたんだな。うん、アルメイダにもほら、バザラブの編みぐるみをいっぱい作ってきたんだ。それに他にもいろんな人にお世話になったから、
みんなにお礼をしようと思ってさ。いい子ですね、アルジェナちゃんは。後でちゃんとみんなに届けてくるぜ。団長も手伝ってくれよな。もちろんだぜ。いやしかし本当によく動く。しかもこれ 100% ギガスコで作られてますよ博士。もうこの完璧な造形は創作意欲が刺激されてくるな。ですね。早速ギガスコを発注し新作のギガンテスを作りましょう。僕も混ざっていいか？ああ、もちろん。マリエさん、予算キルデッソーの改造で尽きてるのよ。シロウさん、お父さん、ハレゼナちゃん。ピュー！やっぱりまだビビリみてえだな。そこがハレゼナちゃんらしくて最高にクレイジーだと思いますよ。